みんな、クリムゾンホークレンジャーでおなじみのリュウだ。今日はパワレン動画第5弾、コンボシステムについて解説しよう。パワレン動画を見かけた時、こう思ってはいないだろうか。何でもつながるな、適当にやっても即死するんでしょ。コンボ長い。実はちゃんと様々な制限がある。簡単に即死したりしているように見えるのはパワレンプレイヤーたちに研究の成果だ。一通り理解できると対戦動画もまた違った視点で楽しむことができるだろう。各キャラの技性能についてはウィキを確認しよう。きっとこの動画でつい気になってしまうはずだ。それでは解説していこう。まずはこれから各キャラ決まったルートだ。通常技を連続で繰り出すことができる。また立ち状態で同じボタンを続けて押すと出せる特殊なものも存在する。有用なキャラもいればそうでないキャラもいるので確認してみよう。途中まで組み込んだりできるキャラもいる。とりあえず弱中、今日の流れでボタンをいろいろ押してみよう。タワレンでは浮いた相手には自由に追撃を決めることができる。ジャンプ攻撃をゆっくり刻むのはとりあえずコンボを伸ばすのに便利だ。しかしリミットが限界に達すると空中コンボが終了する。リミットはコンボが始まると時間で徐々に増加していく。また技ごとに増加量が設定されていて、地上技は少なく空中技は多い傾向にある。リミット限界時に特殊やられ以外の攻撃で追撃するとそこでコンボは終わりだ。特殊やられは一部の技に設定され、リミットを無視したり回数制限があったりするものだ。このコンボは先ほどと同じコンボ構成だが、リミット限界後もコンボが継続している。また先ほどリミット限界で空中コンボが終了すると述べた。つまり地上コンボなら問題ないということだ。ここからはどんな特殊やられがあるか見ていこう。全キャラ共通で立ち弱空中ヒット時はコンボが強制終了する。主に使われるのは補正斬りの時だ。ゲージのない序盤や火力が低いキャラのコンボ時には注意しよう。コンボに使いやすいしゃがみ弱は3回までの制限がある。組み込む回数を間違えないようにしよう。切りもみは2回まで。切りもみ S とカウントが共通なので注意だ。割とよく見かけるやられなのできちんと理解しておきたい。切りもみ S は切りもみと同じく2回までだが、切りもみと異なりリミットの影響を受けない。切りもみと混同してリミットの影響も間違いやすいので注意しよう。基本的に必殺技が切りもみ S だと覚えておくといい。浮かせはほとんどのキャラの対空技で発生する。リミットの影響を受けず2回までコンボに組み込むことができる。よく使うやられなので使用回数には特に注意したい。地面に叩きつけて跳ねるタイプのやられは3つあってややこしい。まずは地上バウンド。リミットは無視、2回目以降は遠くに跳ねるため追撃が難しくなる。空中バウンド、多くのキャラのジャンプ位置空中ヒットなどで発生する。リミットは無視、2回目以降は跳ねずダウン追い打ちも不可だ。ダウンバウンド、一部のダウン追い打ちでのみ発生する。リミットは無視、2回目以降は低めに跳ねるが自力で追撃できるキャラは限られる。アシストやロボで拾うといいだろう。壁バウンド、壁まで吹っ飛んで跳ね返りそこに追撃できる。ちなみに空中で拾えなくてもダウンを打ち技で拾えるダウンになる。リミットは無視、2回目以降はハードダウンだ。ハードダウン、地面を滑るようにダウンしダウンを打ち技で拾えるダウンになる。リミットは無視、何度使用してもハードダウンが発生する。ハードダウンからコンボを続けるにはダウンを打ち技を使う必要があるが、
弾を打ち技がいずれ制限に引っかかるので永久にはならない。よろけ、しばらくよろけてから立ち直る。投げを決めることもでき、投げ抜けは不能だ。リミットは無視、2回目以降はハードダウンだ。崩れ、よろけと似ているが、時間経過で地上、空中、ダウンを打ち可能なダウンに遷移する。リミットは無視、2回目以降はハードダウンだ。氷結、リミットの影響は受けないが、コンボには1回しか組み込めない。使用キャラではウドナしか持っていないやられだ。捕獲、相手を空中で行動不能にし自由に追撃できる。リミットの影響は受けないが、コンボには2回までしか組み込めない。引き寄せ浮かせ、リミットの影響は受けないが、コンボには1回までしか組み込めない。持っているキャラは少なめだ。転倒、地上の相手にのみ発生するやられだ。通常特殊やられ以外で地上から空中へ吹っ飛ぶ技はリミットの影響を受けるが、転倒はリミットの影響を受けない。特殊やられについては以上だ。ここからは実際どうコンボを伸ばしていけばいいかを解説する。その前にコンボ補正の話をしよう。どの格闘ゲームでもコンボを続けると与えるダメージが下がっていくことが多い。しかしパワレンではというわけで、あまり気にせずどんどんいろんな技をつなげていっていいだろう。さらに EX やスーパーには固定ダメージ部分があることも多く安心だ。コンボの伸ばし方の例だが、試しにジャンプ攻撃ループがやりやすいエリックでやってみよう。簡単だがリミットの増加が激しく、あっという間にコンボが終わってしまう。なので今度は空中技よりリミット増加の少ない地上技の比率を増やしてみよう。ちょっと分かりにくいかもしれないが、先ほどよりリミット増加が抑えられ、かなり火力がアップしているのが分かるだろう。さらに特殊やられを活用してみよう。切りもみの H から前 S のルートはリミットの影響で後半使えなくなるので、コンボ前半に使用する。後半は特殊やられや、説明していなかったがほとんどがリミットを無視する必殺技で構成する。さらに固定ダメージがある EX を組み込むが、コンボダメージは最初の倍以上だ。どうしても伸ばしにくい場合はアシストや交代を使おう。その場合は交代後のコンボのために特殊やられを節約したり、そもそも交代前のキャラが持っていない特殊やられを持つキャラに交代するのがいいだろう。ウドナが持っていないダウンバウンドやよろけ、節約した切りもみ、浮かせ、引き寄せ浮かせを活用して EX、スーパーをつないで、ここまでコンボダメージが上昇した。ちなみによろけ、崩れは特に後半まで取っておきたいやられだ。早い段階で判断できれば即交代してしまうのも手だ。1キャラだけコンボを練習しておいて、そのキャラのアシストを使わないようにしておけば、他のキャラのコンボは交代までのルートの練習のみで済む。もちろんいずれはちゃんと3人分のコンボは練習しておきたい。ロボを使ってコンボを伸ばすのもいい。この例では早い段階でロボを使っているが、自力でギリギリまでコンボを伸ばし、最後に足りない分だけロボを活用、残りのロボゲージを使って出現攻めというのが理想だ。しかし大事なのはコンボを完走すること。とにかく簡単で安定するコンボから練習しよう。まとめるとこんなところか。ミキのコンボをとにかく覚えてしまうのもいいが、苦手、覚えにくいコンボパーツもあるだろう。そういうところを自分でアレンジするのも楽しいので、ぜひやってみてほしい。そんな感じでコンボシステムについてお送りした。一度理解してしまえばそこまで難しいものではないと思う。この知識があればコンボを作るにも動画を見るにも役に立つだろう。そういえば最近何者かの陰謀によりこういうポスターが出回っているようだ。明らかに風評被害。パワレンのコンボは健康によく福を呼ぶと言われている。このポスターを見かけたらすぐに剥がしてブルーフェニックスレンジャーに通報してほしい。ここまで見てくれてありがとう。
バレンのコンボやってみてくれよな。チャンネル登録高評価もよろしく。それではまた会おう。